清水エスパルスの本拠地 IAI スタジアム日本平は J リーグの基準を一部満たしていないため、静岡市は新しいスタジアムの建設を計画し、最有力候補地として JR 清水駅東口にある製油所跡地を選んでいます。こうした中、今日午後、製油所跡地を所有するエネオスホールディングスの斉藤武社長が市役所を訪れ、難波市長と面談しました。面談では、市側が製油所跡地の土壌や津波のリスクなどについて調査する方針を伝えました。そしてエネオス側に土地のデータの提供などの協力を求め、斉藤社長は協力を約束したということです。エネオスの斉藤でございます。前提条件といいますか、いろんな調査をなされるということでしたので、ご協力をいたしますというようなことで、終わりました。はい、地域の皆さん方との共生といいますか、エネオスとしてはぜひこのプロジェクトを、皆様方のために、うちの会社のためにもありますけれども、成功させたいなという思いで、おります。はい、とにかく急いでそれをやって、その社会に提示をして、そして次の展開を進めていくのが大事だと思いますね。そういう面ではちゃんと始まることができたなと思ってますね。新設する場合はもうあそこしかないと思ってますから、あそこでやれるかどうかについてはですね、早急に検討を進めていかないといけないと思ってますね。スタジアムの建設をめぐっては、数百億円ともいわれる整備費用をどこが負担するのかなど、検討課題が多いのが現状です。現在のスタジアムの改修案も選択肢として残されていて、今後の動向に注目が集まります。